不老人間は、オランダの不老人間州にある基礎自治体で、オランダ北部における商工業の中心都市。この町はオランダで最も北にある砂丘列の上に作られている。歴史書に初めてこの町が登場するのが1040年のことである。しかしながら、考古学的資料より、この場所には、紀元前3950年から3720年の 間の遺構が残されていることから、この頃にはすでに人が住むようになっていたと考えられる。紀元前3世紀頃には大規模な集落が存在したことが発掘によりわかっている。13世紀にはフロー人間は城壁に囲まれた重要な商業都市であった。15世紀末にはフリースラント地方を統括する都市として、この地域に大きな影響を与えていた。この頃、 旧市街中心にあるマルテニ協会の塔も建てられた。高さ127メートルのこの塔は当時ヨーロッパで最も高い塔であった。ネーデルラントがスペインから独立する契機となった1568年から1648年にかけての80年戦争においてネーデルラント側に火星したフロー人間は後にネーデルラント連邦共和国に加わり独立都市の地位を失った。 1614年には、不老人間大学が設立され、主に宗教教育を行うようになる。また、ほぼ同時期に、市街地拡張のため新しい城壁が築かれた。1672年の第三次英乱戦争で、この城壁が敵の攻撃に対して見事に耐えたことを称えて、現在8月28日の花火祭りが行われている。第二次世界大戦では、 旧市街のフローで丸くと広場周辺が大規模に破壊された。1652年の地図グロー人間大学のキャンパスアーキテクチャフロー人間基礎自治体には次の地区がある。フロー人間イールデ空港が街の南約 10km にあるが旅客便はほとんど運行されておらず、2008年現在 BMI がイギリスのアバディーンへの定期便を運行しているのみ。 高速道路 A7、A28 が自治体内を通過している。オランダ鉄道フロー人間ンン駅からの主な列車はアムステルダム南駅経由スキポール空港駅行き、インターシティが1時間に1本、ユトレヒト経由デンハーグ中央駅行きインターシティが1時間に1本、運行されている。大学生の多い町であること、また市街地の自動車利用を抑制する。 都市計画が取られていることから、不老人間は自転車が全国的によく活用されているオランダにおいても、特に自転車利用の多い街として知られる。1959年に発見された不老人間ガス電は、南北4 5トル東西2 5トルの大きさで、世界で10本の指に入る埋蔵量を有する。1963年の生産開始以来、 その60%を生産したが、まだ50年持つと言われる。現在ロイヤルダッチシェルとエクソンモービルが共同で創業している。ありがとうございます。